タリングは聞いてたけど、島を離れて暮らす夢を追いかけても何十年でも変わらぬ思いがある。たまに集まれば島言葉、懐かしい顔と島の酒、ほらそれだけでつながる心。都会の暮らしに慣れたこの狭い空も見慣れた。こんにちは。はい。カズマくん。はい。いよいよ20周年本番を迎えました。はい。はい。ありがとうございます。今のお気持ちは？いや、もう今日はチケットも売れて、はい、あとはやるだけなんで、はい、最高のステージを目指して頑張ります。飲みましたか、ゆうべは？昨日、あ、ゆうべ飲みました。飲みました。同窓会があって。え、同窓会？はい。ゆうべ同窓会したの？そうなんですよ。マジか。今回のコンサートに、うん、来てくれる方がいて、はい、僕の小学校6年生の時の担任の先生が、はい、はい、来てくれます。嬉しいね。20年ぶりに来て同窓会、はい、そうです。あ、おめでとうございます。それはカズマのおかげで皆さんまたつながってよかったですね。はい、じゃあ今日は最高の一日にしましょう。はい、よろしくお願いします。やったー、頑張るぞ。乾杯。やったー、ありがとうございます。頑張ろう。Thank you.
OK、 そんな感じで盛り上げましょう。よかったらあった方が楽しいと思いますよ。行きましょうか。海に囲まれたここ南のパラダイス、自然あふれる僕の島、忍者の島、弓の島、yeah! 海の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 花が咲く、地元にとって地元のバラエティファーマーというものでして、着きましたか。もうファーマーです。ファーマーですね。ファーマーです。ファーマーですね。はい、いいな。これが日頃のカズマくん、カズマくんの。はい、今日はな何ギバリでした。今日はコーヒー園の草刈りしました。わ、はい、コンサートの反響はどうですか、その後。いや、もういろんな人に声かけてもらってありがとうございます。改めて20年を迎えた感想を。いやー、まあ。ね、好きなことをさせていただいて、
ここまでやってこれたので、まあ、島に恩返しこれからはしたいなと思ってます。はい、ではこれから30年に向かって、30年に向かって、そう30年やってるな、いや30年頑張ってもらわないと、はい、30年を目指していく、はい、テイ・カズマ君の、ファンの皆さんに、はい、東京、大阪、福岡、名古屋、全国の、はい、もちろん島にもいっぱいいる、最後に一言お願いします。はい、何年音楽続けられるか分かりませんけども、できる限り島のことを歌いながら発信していけたらいいなと思ってます。応援よろしくお願いします。本当にこの度は成功おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、実行委員会の神田と申します。この度はテイ・カズマ20周年の記念コンサート、皆さんのおかげさまで大成功に、終わることができました。本当にありがとうございました。大阪、東京、そしていろんな遠方からわざわざ、お越しいただいて本当に、感無量でした。ありがとうございました。カズマ君は島に今帰ってきてシンガーソングパーマーとして頑張ってますけど、やっぱり彼の魅力に、私たちは突き動かされましたし、彼の魅力に引き寄せられたと思ってます。これからも彼を今まで応援していきたいと思います。どうもありがとうございました。島思いつながる